今日ボケいらないですか？今日ボケいらないですか？ボケいらない。いらない。何に使うんですかこれ？プロフェッショナル。ドキュメンタリー。新幹線が？何じゃそれ？早いのがあれば30分。いや僕片付けある。じゃあ4時。そんな早いのいけるの？あともうちょい出せるよ。じゃあ遅く行くか早く行くか僕どっちかな。毎日行ってるんですか？毎日。甘いっす。力ついていけない。甘いっす。マリックスの株式会社プレゼンス歴史書記念の大学試験を行いました。筒見小野中学校 S&S マリックスの合同チーム対チームの北の対戦を行い始めました。両チームの選手に大きな拍手をお願いいたします。足を使って間に合うことができるので、4人のところを注意した方がいいのかなと。今画面に映っておりました小川敦也選手が B リーグデビューということになります。来ましたね。来ましたね。私はよく遊んでましたから。そうですか。はい。高かったんですよ。浦和は191センチ、身長があります。ポイントがアタックだ。初得点、新潟の地で決めました。早かったですね。早いですね。最後、富岡。小川。存在感を。すごいですね。素晴らしいですね。はい。小川、うまいパスだ、タンク躍動しています。小川敦也、この時間帯完全に作っています。この流れ、プレー自体は今日が初めてとなりました。宇都宮のプレーにしていましたね。見事なヒット。小川、荒谷のスリー決めてきました。高島、手を伸ばしています。そしてスリーを決めてきました。ブレックスデビューおめでとうございます。おめでとうございます。